山田です。深夜の秋葉原、深夜のテンションじゃねえとね、皆様思うかもしれません。はい、ですね、本日もうね、すでに僕速報動画出しているのでご存知の方いらっしゃるじゃないでしょうか。はい、新大地方のポケクラクラ新大地方のポケモンが追加されました、っていう動画を出しました。ということでですね、まあ普段だったら公園とか行くじゃないですか。あと早朝とかだったら早朝公園とか行くんですけれども、この時間帯ってね、結構その公園自体が入れない場所って結構多いんですよね。ということでもう街しかねえと、街だけ行くしかねえというふうに思いまして、私山田ズバッと秋葉原の方に来ております。はい、すんげえ影いっぱいあるよ。ちょっと待って、すんげえあるよ。はい、あそこのまずランチパックのとこでしょ。ちょっと待って、一番近いのどこだこれ。はい、もうニアバイにビッパの数がすげえ量のビッパの数がねなんですよ。お香を焚いてればワンチャン出てくる可能性もあるんで、お香も焚きつつ動いていこうか。でできればね、あれかな、ポケストップにモジュールも刺していこうか。一応ね、多分この時間の秋葉原って言うてそんな人いないと思うんで、もう自力でね出していかないと厳しいと思うんですよ。見知った顔見知った顔が2匹よっしゃー。ですね、ちなみに今回よいしょと、はい、あとでちょっと一覧をね、お見せするんですけれども、まずは御三家、はい、新しいね、新大地方、第4のよいしょ、御三家に関してはすでに出てきております。あ、なんだこのお店、すげえ見えるかな、キズナアイちゃんおる、これ見えるかこれ。おお、この店アイちゃんいたっけな、何度も前通るんだけど今までいなかった気がするんだよな。はい、今震えたのは誰だ、コラッタ&カモネギ、うん、お前らじゃないんだよな。オッケー、とりあえず探そう。はい、ゴタマ、ゴタマは、そう、卵の中身も変わってる説あるじゃないですか。だからね、個人的にはね、あれなんですよ、しっかりと卵も割って新しく回収をしていきたいという思いはある。んどうだ、秋葉、とりあえずモジュール刺していく。はい、オッケー。さーてと、ミミロルとビッパの影はあるから、あ、じゃあ一旦ここ2箇所刺しちゃおっか。今ここね、いいでしょ。あ、来た、あ、いたよー、ビッパいたよー、ビッパいた、初、すげえ鳴き声聞こえるじゃん、ちゃんと鬼してるから聞こえるじゃん。よし、ちょっと待って、ビッパゲットしたいから、一回置こう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 。はい、オッケー、行くぞー。いや、いきなりすぎてビビるよね。はい、ビッパちゃん、しっかりゲットしていこう。よいしょー、あ、うん、よし、そこはすんなり入ったよね。1回目、2回目、3回目、シャス卵を使わせてた。うわ、もったいな、うわ、めっちゃ待って、うわ、ほらほらほら、しかもすごい、うわー、めちゃめちゃもったいねー、やっちまったー、のわー、まあ、いっか、しょうがないか。ということで、ピッパ、ゲットさせ、よっしゃー、雨の数は50ですね、進化。はい、一応個体値見ていきましょう。よいしょ、お、とっても強い、ありがとうございます。まだまだオリアス、とりあえずはミミロルちゃん、あ、渡っていきましょう。よいしょ、いいぞ、ビッパ2体目サクッと捕まえちゃうよ。すげえな、本当にもう普通に夜だもんな。1回目、2回目、3回目、ガチン。さてと、ミミロールいたー、ビッパもいた、ヒトデマもいた。今日はち、いや、ミミロール近すぎ近すぎか、ミミロール。よし、さあ、ミミロールちゃんのためにパイル使っていきましょう。いいよ、いいよ、いいよーい、ダカシャグレートです。いや、もうなんかホラー映画みたいな感じになってるもんね、完全にねそしてミミロールをオッケー。はい、ということでミミロールゲットだぜ、ありがとうございます。よっしゃ、入りましたよ、図鑑登録完了、今日中に耳ロップまで上げてやりましょう。あとは、あれ、どっか行っちゃった。ですね、あとはですね、あ、ちょっと待ったー、ちょっと待ったー、わ、あ、遠いいや、ビッパすぐ出すぎか、お前。まあ、コラッタとかポッポとかそういう枠だからね、
まあしょうがないんだけどさ。すぐ近くにナエトルの影が出てきましたので、ちょっとそいつを取りに行きましょう。これ暗すぎてカメラチェンジの方がいいかもな。はい、ライト付きに切り替えました。でちょっとね、今ね他の影置いてたんですけども、ムックル出てきたんでゲットしていきましょう。よっしゃ。今回ビッパとムックルが多分出現のあれで言ったら多いやつですね。こっちがポップ枠で、さっきのビッパがコラッタ枠、まあジグザグマとかああいったやつだと思ってください。ニノ、あ、待って、俺また幸せ卵割ってんじゃない？大丈夫？タイミング的にちょっと怪しいんだけど。なん、やっちゃった。まあいいか、とりあえずゲットせ。でですね、でですね、でですね、この影見てください。これ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 、どこだ？あそこだ。行くぞ。そしてまた新しく2匹ほど出てきています。あ、1匹だけかな。とりあえずちょっと待って、一旦ちょっと待ってね。イカシャスタモンクが行くでしょ。そしてそこでタップするのがヒコザルです。よっしゃー、やった。あ、失敗した。左手で持ってる今俺、間違えた。さあうまくいくか。1回目、はい、2回目、はい、3揺れしました。ありがとうございます。よーし、53撃きた。やったぜ。はい、ということでヒコザルゲットだぜ。はい、いた、間に合った。危なかった。よし、カメラです。どこにカメラを、ここに置きましょう。間に合った、よかった。よし、じゃあ林亀は、銀のパイルでいきましょう。はい、コロ帽子もゲットしていきましょう。ちょっと雨が降ってきてるんですよね。結構濡れてきちゃった。手すりも濡れ濡れでこうなります。ちょっと、あ、せめてグレート入れたかったけど、まあいいか。はい、1回目、2回目、3回目、 OK。 これで残るは進化系統でいうとポッチャマだけかな。進化前も何もゲットできてないのは系譜的にはね。よし、ということでコロ帽子ゲットだぜ。よし、よし。いや、やっぱりちょっとあれだな、 GH5 からのハンディカムに切り替えると、このあれですね、スマホの画面の画質の感じはだいぶ変わりますね。逃げないで、逃げないで、逃げないで。よし、よし。900か、ちょっと高いな。まあまあもったいないけど、いいでしょう。オッケー。1、2、3回目。オッケー。卵がね、今ね、すんげーの割れちゃったんですよ。ちょっといきますよ、せーの、と。はい。ミミロルが5玉から割れました。やっ。だぜ、卵じゃねえ、雨がだいぶ溜まったよ、これで。しかもメスですね。進化させるならやっぱりミミロルはメスでしょ。あ、待って待って、ヒコザルいる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 。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ヒコザルは3体目ぐらいかな。でさ、もう俺思ったんだよね、もうちょっとしばらくさ、やっぱり効率っていうか、その時間効率のために銀パイル使っちゃっていいんじゃないかと。意外とね、伝説使ってないんですよ、伝説純電系。はい、どうだ。あいや、からの、よし、オッケー、入りました。よし、はい、ヒコザルの飴はこれでいくつになりましたかねと、チェック。12、あ、まだ全然でした。ということでね、ミミゴルが出てきたことで第4世代のポケモンたちがすでにこれ卵に入ってるってことが分かりましたね。なんで今ですね、さっきのやつも適当に中の無意識に入れちゃったんですけど、今下にある2玉と5玉これは全部今回今日このロケ中に拾ったやつらです。ちょっとこのロケ中に、ね、割れるかどうかは分かんないけどね、次回のロケになるかもしれませんが、とりあえず入れておきましょう。はい、オッケー、はい、オッケー、進んでいこう。よいしょ、来た、ナエトール、ナエトールでーす。やった、間に合った。よっしゃ、はい、さっき林亀だったんでね、進化前のナエトールもゲットしていきましょう。ちきります、一発目なんで、ちきります。よっす、こい、
2回目3回目よし、オッケー。はい、ということで苗取るゲットだぜ。よっしゃ、よし、図鑑登録完了です。これで苗取る林ガメなんで進化系統そこだけは結構埋まりましたねと。それじゃあね、さっき入れた煮玉が孵化したのでちょっと割っていこうね。よいしょ、なんだと。さあ、誰が出る。あ、よいしょ、2個、2個だっけ、3個だったかな確かね。はい、この中に第4世代が混じってたら嬉しいな。お、来た、来た、やった、ありがとうございます。ムックル、ありがとう。ではもう一個割っていこう。ここでもう一回ムックル出せばね、飴が美味しいんだけどどうでしょうかと。あ、ここからですね、残念。あ、雨がひどくなってまいりました。これはちょっとロケ割と厳しいんで、動画の編集とかにも入りたいんで一旦撤退します。一度ロケを、中止して、その後自宅に帰りまして一本また動画を上げて、その後ちょっと仮眠を取ってロケ。今銀座に来ております。なぜならですね、すぐ近くにある日比谷公園が今、どうやらナエトルの巣になっているというねお話聞きましたので、そちらの方でね、まあ今日のうちに、ドタイトスまで進化させたいなと思っているんですが、はい、こんな感じでですね、星1レイドがいっぱい出てるんですね。 1,2,3 個、あとは黒玉もいっぱい出てます。はい、今回ですね、1本目の動画の方で、まあ、レイドでね、コリンク出ているっていう話をしたんですが、実際にねまだ映せてないので、できれば今日中に触っておきたいという思いがございます。またコリンクですね、今回なんと色違いがどうやら、実装されているということでございますので、まあこれからね、クチートやあとはアブソルのように、レイド積極的に、回っていく必要があるのかなと、思っております。残念ながらさっきのリードビッパでしたね。コロボーシコロボーシビッパ、あー、バッテリーがコリンク出ないね。よっしゃ、六本木移動してきた。イエーイ、コリンクレイドです。入るか。よいしょ、よし、安い、おるよ。あー、すんごい、もうなんかなん昼寝一応したけどさ、はいはい、もうよくわかんない、体内リズムがよくわかんないことになってる今。はい、あ、ということでヤッスンと今、合流してます。はい、はい、2人でちょっとね、せーのドンで色違いかどうか確認しましょう。はい、始まりました。さあどうかな、来た、コリンク、どうじゃ。お前多分すぐやられちゃうんじゃないか。 CP2800 だからね。はい、瞬殺でしたね。びっくりした、グラードンが俺もだけどめちゃめちゃ出てきちゃって、もそんな伝説で殴っちゃダメだコリンクを。よし、じゃあ僕はタップしますよ。はい、はい、行きます。さあ、コリンク色違いかどうなのか確認。どうだ、普通でしたね。どうだ、ヤッスンは普通です。はい、よいしょ、なんか10玉が割れてますね。さあ、誰だと。うわわ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 、いやいやだ、わーいやだ、ちょっと待って、今コリンク出したとこじゃん、おい。バカかよ。ルクシをゲットせ。まあ雨の節約できたからいいか。ボタンを確認していく。誰だ、ナエトルでした。おナエトル、来た、雨の数95まで進んだ、いいぞ。あ、じゃあもうすぐあと5個で俺終わるわ、やったぞ。はい、ということで、第4世代を、まあちょっとね丸1日捕まえてきた中間発表でございます。はい、ヒコザルが今アメが107個だから、1回進化させるとアメが1個増えるんで、ヒコザルから、豪華サルまで、進化させるのに、あと17かな、あと17個アメが必要です。ということで、まあ、パイルであと3匹ぐらいなんですよね。正直この動画、今もこれで締めちゃうんですけども、この後に普通にさっと回って撮れるかもしれません。そしたら作っちゃおうかなと思っております。はい、アメが今99になっております。そして、僕はすでによいしょ林ガメ作ってあります。てか、野生で出たんでね、こいつもう進化させちゃうと思います。一旦図鑑だけ埋めちゃいましょう。ポッチャマが少し難航中、51ですね。まあ、なんですけどこっちは今六本木の方に来たら結構出てるんで、これからブーストかけられるかななんて思っております。そして残りはこのムックルは79なんで2段いけて、そしてコロボーシ、こいつももう進化いけちゃいます。もちろんミミロルもビッパも、ね、進化できますね。で、ここ
ルクシオですね、あの飴で、飴じゃない卵でね、午前中は入手できたんですが、多分その時にね拾った、子なんですよね。で今どうやらコリンクが卵から出てきているらしいので、今は入手できないんじゃないかな。でこれこの後ねルクシオとかコリンクを、レイドで、集めていってもいいんですが、せっかくならということで、はい、不思議な飴こちら使っていこうと思います。よい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 と100個、はい、になりました。ということで今現時点で進化できるポケモンたちを、全部ずずいと進化させていこうと思います。それではまずはナエトルから進化させようかな。ナエトルを、こいつは普通なんでのこの子を一度博士に送りまして、アメが1個増えて、よいしょ、林亀からドッタイと進化させていこうと思います。どう、よっしゃ。まあ個体値は正直この子現状微妙なんですけども、野生ではね割と出てきてくれているので、まずは図鑑を埋めちゃいましょう。はい、多分すぐね埋めようと思って埋められると思います。そして卵からも出ますからね。よいしょ、進化、図鑑登録完了です。はあ、よかった、できました。これでナエトルのね進化、ここ3パターンはいけました。ということで土台と数ゲットだぜ。はい、葉っぱカッターソーラービームなんですね。よし、ムックルからいこうかな。ちょっとね、レントラーは、最後のお楽しみとようかと思います。はい、ムックルからのムックワード、ずっといくよ。いいですね。あ、あれ俺ちゃんと幸せ玉を砕いてるね。ちょっとこれ終わった後一回確認しに行こうかね。図鑑登録だからね、経験値結構でかいからね、これね、もったいないことをしちゃダメだよこれね。はい、よーし、来ました。とりあえず図鑑登録1本進んだけれども、一回確認してくるね、一旦確認してくるね。はい、ムクバードで、ムクバード、あれ、あ、なんだ最後100なの、2550だと思ってた。あ、マジで、あ、じゃあちょっと時間かかるわ。まあしょうがないか。じゃあまあまあまあ1段階だけというところで一旦止めておきましょう。じゃあコラボシ行こうかな。はい、コラボシ進化行こう。はい、てん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 、あー出た、回数、あ、オーケーオーケー、よかったよかった、表示されないかと思ったら、よし、鳴き声特徴的だよね。ということで今何体目だ、3、4体目ぐらいかな。はい、新しくまた時間登録されました。コロトックゲットだぜ、ありがとうございます。次が何行こうかな。ルクシオ、ミミロルと、ビッパ、この辺行こうかな。よし、オッケー、じゃあビッパ行きましょう。ビッパね、皆さん多分ね、どの街もそうだと思うんですけどね、めちゃめちゃ雨集めやすくないですか。初日で余裕で100行ってません他のやつを集めていたらついでにビッパ集まりましたみたいな、1匹目のゲットがビッパだったって方結構多いんじゃないかななんて思っております。よいしょ、とビッパ進化しました。よーし、図鑑登録完了です。このね、一瞬いつもね分かんなくなるんでね、僕どっちが進化後だっけって、あのね、見た目の変化をもうちょっとね大きくしていただきたいなと。はい、ということでビーダルゲットだぜと。よし、次、はい、それではミミロルも進化していきましょう。今回こいつが進化してミミロップ、ちなみになんですけども、オスはちょっとと思って、メスにしております。はい、僕がですね、普通に可愛いと思う、ポケモンランキングトップ10に入っておりますね。ミミロップちゃん来ましたー。もうね、これ全部のポケモンの中でもね、スタイルがトップクラスだと思うんだよね。これね、まあ同意してくれる人も結構多いんじゃないかななんて思ってるんですけどもね。はい。ということで今進化できるコラは、とりあえず続いてやったかな。まあ、ポッチャマヒコザルに関しては一旦置いときでもいいかな。ヒコザル、あ、でもヒコザルどうしようかな。ここで一段だけ進化させとこうか。雨一個手に入るしね、どうすね。よし、じゃあヒコザル一段階だけ進化させておきます。よしで、残る雨の数が11個、ということで、まあ2匹、たった2匹でおります。いやー、結構出てくれて嬉しいですね、御三家がね。はい、モーカザルちゃん出ました、いらっしゃい。図鑑登録完了です。よいしょと、いいですねこのね、もういつでも戦えんぞ俺はと、いう感じ。はい、モーカザル飴はあと11個。
はい、今回の、レア枠2のうちの1匹ですね、レントラ作っていきましょう。本来だったら三段進化なんで結構しんどい映画のポケモンなんですが、まあ本当にね、ルクシオと、コリング両方ね、レイドと卵でね、今回取れてよかったですね。行ってみよう、ルクシオ進化。これね、僕あの1個前の動画でも話してたんですけども、去年のね、君に決めたですね、あの劇場版であのレントラ、まああの結構ね、あの回想シーンでしか出てきてないんですけども、そこでね、個人的にはね、うわこんなエピソードずるないみたいな感じで言ってたら、なんでお前今出なかった、色がちゃんと画像を表示させてくれまあいいか、 OK、 画像、図鑑登録完了しました。レントラゲットだぜ、ありがとうございます。よっしゃ、ということで残りはね、あれですね、あの子、リオル、あそこが個人的には鬼門になってくんじゃないかな。ということで、残るところはモーカザルをあと1段進化させるのと、ポッチャマを2段階進化、そして、リオルを入手して、こいつを、ルカリオにするという感じなので、 1,2,3,4 かな、 4? あとあれか、ムクバードもまだ進化してないんで、あと5、あと5種、日本国内で入手できる第4世代がおりますので、まあ、引き続き頑張っていこうと思います。はい、ということで、じゃあ一旦この辺で終わろうかな。まあ、ワンチャンこの後、あれが、できたならば、ヒコザルが入手できたならば、そこの進化シーン血にくっつけようと思いますって言ったら、お前コリンク出とるやんけ。今日何個目かわからん10玉です。はぁ、あ、ここでリオールとか出たらめっちゃいいんだけどな。おー、マジで？いや、ちょ、バカ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 。よし！ありがとうございます！え？リオル、ルカリオの進化前、リオルゲットだぜ！よし！初日ゲット完璧やん、え、完璧やん、ちょっと待って、あー、よっしゃー、終わった、よかった。ということでですね、ついさっき1パートね、撮ってたんですけども、はい、私ムクバードからの、飴また集めてきましたもう地味なんで、もう全部カットです、進化パートだけでございます。それでは今回実装された日本国、おい、落ちたアプリが、ちょっと待って、今のムクバード進化を押したけどどうなってんの、大丈夫これ、ちょっと待って、ムクバードどうなった、映ってるかちゃんと、すげえ、もうすもう Wi-Fi 繋いでんのにぐるんぐるんしちゃってんだって。さあ、どうなってる、ムクムク、ほらもうムクホークなっちゃってんじゃん、え、ひどいよ、ちょっと待ってよ、まあまあいいや、とりあえずムクホーク、なんか締まりが悪いな、ムクホークゲットだぜ。はい、じゃあ残りのやつらもね、さっき進化できなかったコラを全部進化させましょう。幸せ卵ちゃんと砕いておきましょうね。よいしょよいしょ、どこだ、モーカザル、はい、いきますよ、モーカザル進化、よーし、あー来たー、やっとできたー。はい、これでね、図鑑が、御三家、ちなみにポッチャマもね、あれ飴集めてきたのでできました。よし、来たー、コカザル、ありがとうございます、かっちょいいじゃないの、いただきました、ゴカザル、あ、インファイト炎の図なんですね、わかりました。それではポッチャマも行きましょう。ちなみにこのポッチャマは、飴がじゃないわ、多分卵入手だと思います。はい、個体値が高いやつなんでね、今回ね、もう5キロ卵に関しては僕あれ映像ほとんど撮ってないです、もう同世代だろうと思って、でその過程で出てきた、御三家ですね。はい、ポッタイシも来ました、図鑑登録完了、ゲットだぜ、からの進化いっちゃいましょう、せい、はい、よーし、来たー、よかった、埋まったぞー、埋まったぞー、初日に御三家埋めて、そして10キロ卵2種も埋めた、まあまあ疲れたはい、オッケー、それではエンペルトゲットぜ、エンペルト、ちなみにね、僕ね、めっちゃ好きっす。はい、ごでもね、豪華さるもんな、ストーリーがいいからな、アニポケがね、
本当にね、あのゴーカザルの人気をギュンと上げている要因にはなってると思うんですけども、はい、それではラストリオルでございます。はい、まあね、本来だったらこいつ卵でもう1匹とかね、もう2匹出してもいいんですが、今回は私山田はと、はい、不思議な飴を使っていきましょう。つうかあれなんですね、100個かと思ったら50個でいいんですね。その点は割と良心的な気がしますね。それではディオル進化 GO。 はい、よかった、初日のうちにルカリオが作れました。よかったですね。はい、オッケー、できました。ということで10キロ卵の今回の、まあ、難所、割と難関ポイントであった、ルカリオをゲットぜ。ありがとうございます。シャドボなんだ、なるほどね、バレットパンチシャドボでございます。まあ、個体値に関してはとっても強いなんでね、めっちゃ強いわけではありませんが、まあ今後また卵で高個体値が出たらそいつを使っていきたいですね。はい、ということでちょっと図鑑の状況見ていきましょう。はい、ということで新王図鑑でございます。御三家全部、そして、それぞれ全部大丈夫だよね。23種、今回、まあ、の僕1個2個ぐらい前の1個前の動画でレイドを除く、今回ね入手できるポケモンっては22種って言ってて、でレイドで、コリンクが出てますよって話をしたので、コリンク合わせて23種、新王図鑑、埋まりました。はい、でですね、あれなんですよ、今回すごい卵の方の難所が、結構あるのかなと、卵入手の、まあさっきもねお話ししたコリンク&リオル、この2匹が、割と、ちょっと詰まるポイントかななんて思っております。はい、疲れた。はい、ちなみに信用図鑑ね、これ見ていただくと分かる通りまだまだ空いております。で、これからねどんどん追加されると思いますので、皆様やっていきましょう。はい、ということで、ちょっとねコミュニティデイまでには少しね余裕を持ちたいなと、思っていた山田なんですが、まあ結構ね初日終わってよかったです。こういう感じの達成はミュウの時以来かな、初日で全部クリアみたいなね。はい、やっぱちょっと気分がいいですね。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。